エドソン・マイケル・バドルは、アメリカ・ニューヨーク州、ニューロシェル出身のサッカー選手、アメリカ代表。ポジションは、センター・フォワード。2000年に、アセル一部リーグの前身にあたる、A リーグのロングアイランド・ラフライダーズでキャリアを始め、その後、2001年から2010年までに、メジャーリーグサッカーのコロンバス・クルー、ニューヨーク・レッド・ブルズ、トロント・ FC、ロサンゼルス・ギャラクシーに在籍する。 ドイツ2部 FC インゴルシュタットレイオンへの在籍を経て、ロサンゼルスギャラクシーに復帰した。アメリカ代表としては、2010フィファワールドカップで2試合に出場した。初期ジャマイカ出身のプロサッカー選手、ウィンストンを父に持ち、ペレの本名であるエドソン・アランチス・ドゥ・ナシメントにちなんで、エドソンと名付けられて、ニューヨーク州、ニューロシェルに生まれたバドルは、1999年から、 ステートフェアコミュニティ大学のステートフェアロードランナーズに1年在籍して NCWA 男子ディビジョンアイサッカーチャンピオンシップに出場。2000年には A リーグのロングアイランドラフライダーズと契約してプロキャリアをはじめ11得点4アシストでチームの北東部地区優勝に貢献し新人賞の最終候補に選出された。MLSA リーグでのパフォーマンスから 上位リーグであるメジャーリーグサッカーの関心を集め2001年の MLS スーパードラフトで全体の27番目にコロンバスクルーから指名されて入団した1年目はわずか556分という短時間の出場機会ながらも3得点にアシストを上げて自身の才能を示すことに成功し翌年の21歳の時には 出場時間1304分9試合後アシストを記録することでリーグ最高の若手ストライカーの一人としての地位を確立。また、US オープンカップのタイトルを獲得した。2002年シーズンは負傷の問題に悩まされて、先発出場が16試合だったものの、苦しむ中で9得点4アシストを記録し、翌2004年シーズンも、 同様に負傷により多くの出場機会を逃しながらも、先発20試合で11得点にアシストを記録した。9得点にアシストを記録した2005年シーズンは、コロンバスの警察の指示によって路肩に停車した際に、飲酒テストを拒否したことで、薬物乱用とメンタルヘルスの方針によって1ヶ月の出場停止の処分となっていた。2006年シーズンは、 エディガバンとクリス・リーチの2名とのトレードでニューヨークレッドブルズと契約。しかし、足の負傷の影響からわずか6得点にとどまる失望の結果となり、同年の11月22日にティム・リーガンとのトレードでトロント FC へ放出された。トロントでは10試合0得点トレッドブルズの時以上に結果を残せずにいたが、2007年5月12日に BMO フィールドで行われたシカゴファイアー戦でクラブ史上初の MLS での得点を記録したダニー・リチオの得点をアシストしている。2007年6月13日にタイロン・マーシャルとのトレードでロサンゼルス・ギャラクシーと契約し、6月17日のレアル・ソルトレーク戦で初得点を挙げた。移籍当初のチームの前線にカルロス・ルイス、ランドンドの・ドノバン、 アラン・ゴードンの存在があったために定位置を確保することは厳しいと予想されていたが、ルイスの負傷やドノバンが代表で、たびたび離脱した後期を活かし、先発の座を掴んで得点を量産していくことになる。第8週目の FC、ダラス戦と第12週目のサンノゼ・アスクエイクス戦でハットトリックを達成し、それぞれ週間最優秀選手賞に選出される活躍を見せており、 後者の試合後に同僚のデイビッド・ベッカムからエドソンは試合ごとに良くなっている。彼はそれを今夜証明したと称賛され、2008年6月22日のフルス・コロンバス・クルー戦でシーズン9得点目を挙げるとルートフリット監督からは真のプロであり非常に満足とその仕事ぶりを評価された。このバドルの校長について ESPN のアンドレア・カナレス記者から 時折り怠惰なプレーを見せると評価されていたことに苦しんでいたが、ベッカムのような選手から指導されて改善したことが、自信につながり得点を量産できるようになったと指摘され、MLS エクストラタイムの評論家、シェフメッシングからは、互いを補完し合うどの番とバドル以上のコンビはいないと思うと称賛された。2009年シーズンはわずか5得点に終わったことで2010年シーズンは、 その鬱憤を晴らすかのように最初の4試合で7得点を上げ、さらに5月中旬までの間に得点を9得点まで伸ばすと2010フィファワールドカップのメンバー入りを果たした。ワールドカップ後も好調さを見せたことから代表での仕事からたびたびリーグ戦に欠場していたことにもかかわらず MLS オールスターゲームに選出されたがチームで唯一出場することはなかった。 最終的にチームとしてはサポーターズシールドと西地区優勝のタイトルを獲得しバドル個人としてはチームの MVP 特典王人道支援賞を受賞さらに MLS ベストイレブンに選出された国外2011年11月10日にドイツ2部の FC インゴルシュタットレイヨンと契約し初出場を飾った1月21日の MSV デュースブルク戦で 初得点を挙げたように加入直後こそ活躍を見せたものの全体的に見れば苦戦をしており2012年の冬の中断期間で新天地を求めて1月16日にイングランド一部のエバートン FC の入団テストに参加しただが契約を勝ち取ることができず1月31日にインゴルシュタットと契約が終了したことで自由契約選手となった MLS 復帰インゴルシュタットから放出後、2012年2月1日にロサンゼルスギャラクシーと再契約をする。しかし、2012年シーズンは先発10試合3得点にとどまり、バドルが MLS に初参加した2001年シーズン以降で最悪の出来に終わり、2度目のロサンゼルスギャラクシーでの生活は失望、そして短命となった。 2012年12月14日に配当金と2013年度の追加ドラフトでの一巡目の指名権との引き換えでコロラドラピッツへ移籍した。世代別代表としては U-18 と U-20、U-23 でプレーしており、2001FIFA フフワールドユース選手権に出場した。ブルース・アリーナ監督の下、2003年3月29日の ベネズエラとの親善試合で、ブライアン・マクブライドに代わって80分から A 代表初出場を飾って以降、7年にわたって出場することはなかったが、2010年5月11日に2010フィーファワールドカップへ向けた30人の候補に急遽選出され、5月25日のチェコとの親善試合に出場した。翌26日にワールドカップへの23人のメンバー入りを果たすと、 大会直前の最後の調整試合である6月5日のオーストラリア戦で前半に代表初得点を含めて2得点を挙げ、本大会ではイングランド戦とアルジェリア戦の2試合に途中出場をしたコロンバスクルーロサンゼルスギャラクシー。ありがとうございます。